つれなし作り玉江戸、つれなし作り玉江戸、ものおぼし乱るる様の知るければ、女君、消え残りたる愛おしみに渡りたまいて、人やりならず心苦しゅう思いやり聞こえたもおにやとおぼして、心地はよろしくなりにはべるを、心地はよろしくなりにてはべるを、かの宮の悩ましげにおわすらんに、特に渡りたまいにしこそ愛おしけれ、と聞こえたまえば、さかし、例ならず見えたまいしかど、異なる心地にも負わせねば、おのずから心のどかに思いてなん、うちよりはたびたびおん使いありけり、今日もおん踏みありつとか、因の意図やんごとなく聞こえつけたまえれば、上もかくおぼしたるなるべし、少し愚かになどもあらんわ、こなたかなたおぼさんことの愛おしきぞや、とてうめきたまえば、うちの菊姫さんよりも自ら恨めしと思い聞こえたまわんこそ、心苦しからめ、我はおぼしとがめずとも、よからぬ様に聞こえなす人々必ずあらんと思えば、いと苦しくなんなどのたまえば、下にあながちに思う人のためには、煩わしきよすがなけれど、よろずにたどり深きこととや、かくやと、おおよそ人の思わん心さえ思い巡らされるを、これはただ国王の恩心や起きたまわんと、ばかりをはばからんが、はばからんは、浅き心地としける、と、微笑みてのたまい紛らわす。渡りたまわんことは、もろともに帰り手を心のどかにあらぬ、とのみ聞こえたもを、ここにはしばし心安くてはべらん。まず渡りたまいて人の恩心も慰みなんほどにを、と聞こえてかわしたもほどに、日頃へぬ。つれなし作るというのは、つれなしというのはそっけない様子ですね、何気ない様子。源氏の君は表では何気ない様子でいらっしゃるけれど、ものを思い乱れていらっしゃるご様子がはっきりと現れているからして、で、紫の上は、この女君はここ紫の上ですね。消え残りたる愛おしみに渡りたまいて、ご自分がかろうじて命を取り留めた、そのことを源氏の君が不憫にお思いになって、人やりならず心苦しゅう思いやり聞こえたもおにやとおぼして、源氏の君が人任せではなくって、そうですね、その紫の上が、女君紫の上が、自分が消え残りたるは、あんなふうにして一遍死にかけたわけですけれども、それがやっと命を取り留めた、
その不憫さに、源氏の君がそのことを不憫にお思いになって、で、こうしてこちらにお出かけになってくだすって、人やりならず心苦しい思いやり聞こえたもんやと、そう思いになって、源氏の君が人やりならず人任せではなくって、心苦しいことに思いになって、こうしてお出かけになったんだと、そう思いになって、それで心地はよろしくなりにてハベルを、かの宮の悩ましげにおわすらんに、私の方はすっかり気持ちが回復いたしましたが、あの三宮の方ではお体が悩ましくいらっしゃるということを伺っておりますが、こんなふうに私の方へお出かけくださいまして、そのことがあの三宮に対しておかわいそうでございます、そんなふうに申し上げなさると、源氏の君は探し、そうだよ、そうなんだよ、ご気分が悪いようにお見えになったけれども、そう格別の状態ではいらっしゃらないからして、自分はまあ自然にのどかな心にな思ってこうしているんだ、うちよりはたびたび御恩使いありけり、帝からはたびたび御恩使いがあったことだ、今日も御恩踏みありつとか、今日もまたお手紙が届いたとか、院の意図やごとなく聞こえつけたまえれば、上もかくおぼしたるなるべし、朱雀院が帝に対して格別丁重にお頼み遊ばしたので、つまり女三宮のことを格別丁重にお頼み遊ばしたので、それで帝もこんなふうに大事にかけてお思いになっていらっしゃるんだろうよ、少し愚かになどもあらんわ、あの三宮に対して少しくそりゃくな点などがあったならば、こなたかなたお坊さんことの愛おしきぞや、あちら様こちら様、つまり帝においても、それから朱雀院においてもお思いのほどが大変心苦しいことなんだよ、私も気の重いことなんだよ、というふうに
源氏が紫の上に行ってるわけですね。とて、うめきたまえば、吐息をおつきになるので、ため息をおつきになるので、で、また紫の上が、うちの貴子姫さんよりも、自ら恨めしと思い聞こえたまわんこそ、心苦しからめ。うちの帝がお聞き遊ばすよりも、うちの帝が思い遊ばすよりも、宮様、女さんの宮、ご自身が恨めしいと思い遊ばすであろうことこそ、心苦しゅうございましょう。我はおぼしとどがめずとも、我はっていうのはその三宮ですね。三宮ご自身がお気になさらずとも、よからぬ様に聞こえなす人々、必ずあらんと思えば、いと心苦しくなん。足ざまに、陰口などを聞く女房たちが、必ずいるだろうと思いますと、私は大変心苦しゅうございます。前に、ね、事情を知らないで、もうすっかり回復なすった紫の上の方へ源氏が、行っておしまいになる。女三宮に対しては、冷たい押し打ちだ。そんな風にして女房たちが言っているっていうことが出てましたね、さっき。そういう気配、そんなのは紫の上はちゃんと察しているわけですね。こういうところはまた女三宮と対照的に、紫の上の女性としての心の細やかな深さっていうものが、よく出てるわけですね。実に よく書かれた紫式部って人は見事な書き手だと思いますね。そんなふうにおっしゃるというと、源氏の君は現にあながちに思う人のためには煩わしきよすがなけれど、本当に言う通り、私が一番一途に思っているあなたには、あながちに思う人のためには一番ひたすらに思っているあなたのためには、煩わしきよすがなけれど、よすがっていうのは、親類縁者のことですね。紫の上には、本当に力になってくれる親類縁者っていうのがないわけですね。それをあながちに思う人のためには、あなたのために、あなたの側には煩わしき縁者がないけれども言ってるわけです。これは女三宮と対照的な気持ちがあるわけですね。女三宮には父の朱雀院、それから今の帝、非常に心を使っていられる。それが源氏にはビンビンとこう響くわけです。で、煩わしい縁者というものがないが、
よろずにたどり深きこと、とやかくやと、おおよそ人の思わん心さえ思い巡らさるるを、これはただ、国王の御心や起きたまわんとばかり、はばからんは、浅き心地をしける、というふうに言うわけです。あなたにはそういううるさい縁者というものはないが、その代わりに、あなた自身が、よろずにたどり深きこと、事柄万端につけて思い深く、あれこれとおおよそ人の思わん心さえ思い巡らさるるを、心が広く届いていて、人の思わん心さえ、この人のは一般的な人間、世間の人間とか宮廷の使えている人々とかっていうよりは、むしろそば好きの女房を考えておけばいいわけですね。おおよそおそばについている女房たちの思わん心さえ思い巡らさるるを、女房たちの心の上にまで思いを届かせて、彼女らの思い巡らすことなどについても気を使っていらっしゃるが、これはただ国王の御心や起きたまわんとばかりをはばからんは、浅き心地をつける。一方、私はちょっと話が、ね、自分の方に振り返って、私はただ、これはただ、私についてはただ、国王が心や起きたまわん、気になさりはせぬかと、とばかりをはばからんは、そのことばかりを思いはばかっているのは、いかにも浅い心地がしてくることだ。つまり三宮について、今源氏は、ね、こんな気持ちでいるわけですね。朱雀院や帝からいろいろとやかくこうご心配があるわけです。で、国王の御心や起きたまわん、国王がお気になさりはせぬかと、そればっかりを思いはばかっているのは、我ながら浅い心地がしてくることだと、実は心中もっと複雑なんですけれども、そんなことまで今紫の上に、言うことではない。だから源氏は胸の中でそのことは抑えているわけですけれども、しかし妙に複雑な、そして虚しい気持ちが源氏の胸の中で渦巻いているわけですね。それをこんな言葉で言って抑えて、で紫色の上に対して微笑みってのたまい紛らわす、にっこりと笑顔でこんなふうにおっしゃって、胸の内をいい紛らわしていらっしゃる。渡りたまわんことは、で源氏が三宮のところへお出かけになるというその件については、
そのことについては諸共に帰り手を心のどかにあらん。いずれあなたと一緒に六条院へ帰ってのんびりと過ごそうと過ごすことにしましょうよとのみ聞こえたもん。今紫の湯は六条院に移してそのままになっているわけですね。あ、ごめんなさい、二条院に移してそのままになっているわけです。まあ回復したわけで、だからいずれあなたを一緒に六条院へ移して、私も六条院でのんびりと過ごすことに しようよとばかりおっしゃるのを、紫の上は、ここにはしばし心安くてはべらん、私はここでしばらくのんびりと心安らかに過ごしとうございます、まず渡りたまいて人の御心も慰みなんほどにお、まず殿があちらへお出かけになって、お出かけ遊ばして、で三宮のお心も落ち着かれました、その頃にいずれ私も六条院へ戻りとうございますなどと話を交わし合っていらっしゃるうちに、日頃へぬ、日頃というんですから幾日かが経過していった。